ブンブン、ハロー YouTube。 どうも、マサルです。今回は今月中旬から開催されているグーシムセラーの格安スマホ初夏のワクワクセールについてご紹介します。すでにこのセールについては以前の動画で概要をお伝えしていますが、セールがいよいよ明日5月28日の10時59分に終了しますので、改めてご紹介したいと思います。今回のセールもこれまで開催されていたセールと同様に、 SIM カードとの同時契約によって各端末を通常価格よりも安く購入できるというセールになっています。セールの対象となるのがファーウェイのノバライト2、グー07プラプラ、グー08、アクオスセンスライト SH-M05、 そして ASUS のゼンフォン4 MAX となっています。つい先日発表された ASUS のゼンフォン5などはこの中には入っていません。 au やドコモ、ソフトバンクからは今年の夏モデルが一斉に発表され、欲しいモデルもいくつかあったと思いますが、月々の出費をなるべく安く抑えるためには、やはりこういった SIM フリースマホで料金の安い格安 SIM を契約しておくというのがおすすめです。最新モデルが発表される中、今回ご紹介したようなモデルはいまいち特徴がないように感じてしまいますが、長く使えるバランスのいいモデルとも言えますので、もし月々の料金を節約したいという方いましたら、この機会にこのセールを利用してみてもいいかもしれません。なお、今回ご紹介したグーシムセラーの初夏のワクワクセールですが、公式サイトのリンクはこの動画の概要欄の方に貼っておきます。先ほどもご紹介しましたが、このセールの終了は5月28日月曜日の10時59分までとなっています。もしこのセールを利用しようと考えている方は、今日中に申し込んでおくことをお勧めします。今後も何かセール情報がありましたら、別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。